頑張ります。はい。いきます。はい。徐々にサイズをちっちゃくしていきたいと思います。それでは、参りましょう。めちゃくちゃ伸びますね。あっちのスーツ着たことがないんで、ちょっとびっくりします。確かに、はい、あの、言われてみたら、けど言われてみたら、はい、ちょっと誘ってんじゃん TV。ガガガガガガではあるよね。今日はね、あのグローバルワークさんの取材をいただいて、あの今日こうやってスーツもバチッと決めて、今日はね道後の街を、松山の街をね歩きたいなと思ってますね。見てめちゃくちゃかっこいいのよ。こんな取材をね受けることなんてめったにないんで、ちょっと緊張してる。このスーツ、あのサロンドグローバルワーク、あのグローバルワークさんのね、はい、スーツですけど、ちょっとどういう風に説明していこうか緊張してます。頑張ってください、ね、頑張ります、はい、行ってきます。はい、あ、森脇さんが今スーツを着替えてます。これはね、一つ目の本当にグローバルワークさんが用意していただいた衣装なんですけれども、まあ、徐々にサイズをちっちゃくしていきたいと思います。それでは参りましょう。いや全然もう目線のやり場に最初ちょっと困りながらどこねえ、ごめんなさい。お邪魔します。はい、もう普通にちょっと行って頂上目指す感じで。はい、頂上行く。はい、寝てゴールパフォーマンスをしたら、そのゴールパフォーマンスの真似をしたりって、もう本当にあのカズさん大好き少年っていう、そういう感じでしたね。いや引退のあれですね、これ引退後のなんか、うん、スーツを着ながらエージェントしてるっていうね、はい、綾野剛君みたいな、そんな感じになるんですね。感じよね。なるほど。営業マン。はい、了解です。そう、やばい。あんちゃん、いろんなことリーディングしながら考えてた。どう決めていこうか考えてた。オーシャンのオファー来へんぞ。オーシャンのオファーが。いきます。 OK です。はい、 OK、 いきます。どうなんすかね。今日なんですけど、あのこの後森脇あのドッキリ用意していただいていて、はい、スーツ、次のスーツがですね S サイズになります。よかったら両方に分かれるのか。めちゃくちゃ小さいですね。今やってます。森脇裕太
取材中一番内説やってます。内説めちゃくちゃ伸びますね。めちゃくちゃ伸びるんで、なんか今まで2つスーツ着させてもらったんですけど、またそれとは違う感覚ですね。こうよりタイト目でありながら自分の体にフィットはするんですけど、だけど伸縮性が2着着させてもらった以上にあるっていう感じですね。実際これでちょっと外外周を最後10分ぐらい了解です、歩いて、ソックスもここまでいいですね。はい、そこは行かせていただきます。はい。じゃあ、ちょっと続けてみます。どっちが、はい、どっちがいいですか、ゾウ引けてるカットで全然、なんかこっち、あの木がバック、こっちがバック、あ、確かに再三聞きますけど、ちょっと難しいのがいや、こんな感じのスーツ着たことがないんで、いや、ちょっとびっくりします。なんか、着心地抜群な、正直もし将来 J リーグの監督とかするような機会があったら、この今着てるスーツを着て、現場でこう指揮取りたいですね。監督の時のちょっとイメージがなんか急に湧いてきました。湧いてきました。もうどんなにゴール下でもね、ピシャーって喜んでも、ストレッチ性がもう抜群なんで、動きも良くて。多分普通僕が普段持ってるスーツを着ちゃうと、よっしゃーって飛び跳ねたりしたらね、この股下とかピリッとかって破れちゃったりしそうなんですけど、これはもう伸縮性抜群で、もうどんな動いてもね、体に馴染んでくれるんで、そういった意味ではもうこれを着て監督したいですね、J リーグの。いけ、ナイスゴール、ナイスゴール、もういきなりゴールになっちゃったけど、ナイスボール、切り替える切り替える切り替えるみたいな、こういう感じなんか指導したいですね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いかがでしたか。楽しかった。もうなんかね、誘ってんじゃん TV ではこういう感じの企画ってないじゃん、こう、うん、ちょっとかっこよく撮っていただけるっていう。ない。なんかね、ちょっと緊張した、なんか変なことも言えないし、やっぱこういうね、今日企画してもらったね、グローバルワークさんのいろんな思いをね、こう僕自身伝えていかなきゃいけないなっていうふうに思ってたんで、
ちょっとあたふたしちゃったよね。ちょっと難しさを感じながらも、でもこうやってね、あのいろんな話を持ってきていただいてね、本当にありがたいなと思ったし、もっともっと学びたいなっていう思いにはなりましたね。あ、どう？似合ってるでしょ、涼介。そうっすね。なんかさっきもね、いいっすね。うん、涼介言ったように、なんか監督になったら本当にあのスーツ着て、あのちょっとカジュアルであったりバチッと決めたりっていう、そういう監督に憧れるんですけど、まさにこのね、スーツを着てね、現場に立ちたいなというふうなところは感じましたね。はい。それ、ストレッチ性もね、足りてないですね。そうはもう抜群な感じの、はい。でちょっとウエストも今ね。ウエストどうなんですか？ウエストもきっちりですよ。でこれ以上ね、はい、太れない。なるほど。これ以上太っちゃうと着れなくなっちゃうんで。はい、しっかり体もね締めていかなければいけないなっていうのは感じましたね。今日の誘ってんじゃんなんですけれども、はい、言いますよ、はい、森脇亮太、取材中、ノー言わない説、ノー、こちらをやらせてもらいました。なるほど、お疲れ様です。ノー、なんか、今日違和感なかったですか？違和感、あれ、お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。ご協力ありがとうございました。今日一日。何？違和感？あれ？何も違和感ないですか？今？はい。今ね。どうですか？正直。はい。いや、違和感。違和感。はい。まあまあ。どうですか？どうですか？確かに。はい。あの、言われてみ、けど、言われてみたら、はい、ちょっと確かに。タイトメでは、タイトメではあるよね。ちょっと、バツバツな。だけど。けどこれで単独やるんです、これ単独やりたいな。なるほど。はい、思いましたよ。森脇亮太は取材中は、ノー言わない。ノーをね。そらそうですよ。あの、こういう。今回、はい、スーツ、うん、ちょっとずつちっちゃくなってます。なるほど。はい。なるほどね。いや、待ってください。海野さん、今日企画として、あのグローバルワークさんの企画として、このスーツはなかった企画です。あ、ここないっす。ここないっす、ね、これないっす。なるほど、はい、はあ、なるほど、誘ってんじゃん用です。そのスーツなんですね、はい、このタイトめな感じじゃないですね、はい、全然トレンドじゃないです。なるほど、なんかね、自分のサイズ感にこうビタッと合うような、なおかつでもストレッチ性が抜群なんで、なんかね、いや、スーツがすごかったっすね。そう、スーツの機能がすごすぎて、ピチピチなんすか。これはね、あの誘ってんじゃん TV をご覧の皆さん、ぜひちょっとね、このすごかったね、サロンドグローバルワークさんのねスーツを着て体験してもらいたいです。どれだけストレッチ性があるのかっていうのは皆さんでぜひ検証してもらいたいですね。めちゃくちゃ面白かったですよ。何も違和感、まあ、ちょっと若干違和感は正直あったんですけど、だけど、あったんですね。なんの、うん。けども、疑いもなく。疑いもなく、はあ。あ、こういうスーツなんだっていう、タイトめの。あの、上野さんと、はあ、もう、緊急でミーティングを重ねさせていただきまして。マジか。まずは、用意していただいて。天者のために、いや、そんな東京から、はあ、S サイズを。上野さんしていただき、上野さんめっちゃ荷物持ってきてたよ。スーツも何着も持ってきてたよ、はいはい、そんなね、誘ってんじゃんっていう上野さん、ごめんなさい。ありがとうございます。いろいろ迷惑をかけて。グローバルワークさんのご協力のもと。何をしてるの涼介、仕事を増やさないでよ、グローバルワークさんの。本当にこれ僕の仕事です。それが涼介の。すいません。ちょっとこれさ、え、森脇何も気づかねえのかっていう。いや、だから森脇亮太、取材中、ノー言わない説は。ノー言わない。なるほど。合ってます。はい、当たってたのね。なるほどね。すごかった。いや、馴染んでたんでね。はい。何の疑いもなく、あの、来ましたよ、僕。そうですよね。これで、うん、あれなんですよね。はい。指揮取るんですよ、ね。これでね、あの、将来 J リーグの監督のね、指揮を取りたいなと。S。S サイズを着て、もうちょっとあげようかな。L ぐらい。まあ、ということで。うん。でも本当に、はい、あの、素晴らしいスーツなんでね、皆さんぜひ、サロンドグローバルワークさんのね、スーツを着て、ぜひ、
体験してみてください。どれだけストレッチ、いやすごいんすよ、本当に抜群なんですから。これ伸びるから入ってるんですよ。そうなんですよ本当にこれはね、今日全力で伝わったと思う。ちなみにあの僕も来ました。あ、来たの。はい。切れたでしょ。パチパチでしたけど。でしょ。パチパチだけど。違和感あるでしょ。切れるのよ。ああ。立てるじゃん。いやー、よかったよかった。ぜひ来てください。そんな仕掛けがあったのね。いやもうあの瓶もあるんでね。帰りますね。急に頭痛してきました、はい、なんか。本当に。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん誘ってんじゃんのために。ありがとうございます。ぜひ皆さん、スーツを試してください。今日はありがとうございました。すみません、ありがとうございます。バイバーイ。なるほどね。